はい、こんにちは。昨日は雨が降ってですね、今日もまた一日曇りでしょうか。雨は降らないみたいですけどね。はい、ということで今日は金曜日ですね、出荷日になります。周りはですね、どんどんさつまいもね、掘っていってますね。ということで、収穫してるんですけども、マスタードですね。こんな感じで、あんまり一般の人はあんまり見たことないかなと思うんですけどもね、こんな感じで収穫していきます。至ってシンプルですね、収穫方法。手でこう、まあ切れそうな葉っぱをですね選んで、パキパキとこのように入れていきますね。中にはね、結構虫食いとかもあるのでね、注意して、切れそうな葉っぱをですね取っていきます。まあ収穫作業はですね、なかなか根気のいる作業でして、でもよくできた時はとっても楽しいですね。どうだ食ってくれという感じでですね、お客さんに自慢できる時もあれば、辛いなという時もありますんでね、なかなかその辺はいい時もあればそうでない時もあるということなんですけども、ということでこんな感じですね。ひたすらひたすら取っていきます。結構ですね、サラダなんかでもかなりの量が必要となりますんでね、割とこれマスタードなんでね、それほどの虫食いはないんですけども、まあやられるときはやられるという感じですね。はい、ではそんな収穫作業の役所の NH1 でした。それではまた。